デニス・ボーベルは、バルバドス・セント・ピーター教区出身のマルチプレイヤー、音楽プロデューサー、レコーディングエンジニア、レゲーバンド・マトゥンビのリーダーであり、ブラック・ベアードという別名義でも活動している。1953年5月、バルバドスのセント・ピーターにおいて、セブンス・デー・アドベンティストの家庭に生まれる。12歳の時家族と共に、イギリスのサウス・ロンドンに移住する。そこで、ボーベルは、 ジミヘンドリックスなど、アフロロックに影響を受け、ギターを始める。その後ジャマイカの文化、特にダブに没頭するようになり、1970年に、サファラーズ・ハイファイというサウンドシステムを設立する。このサウンドシステムの運営中、警察とトラブルが起こり、ボーベルは逮捕され6ヶ月間拘留されるが、後に釈放された。ボーベルの通っていた高校にはスタジオがあり、後に、 ミュージシャンやプロデューサーとなるニック・ストレーカーやトニー・マンズ・フィールドが同級生だった。この二人は共に後にボーベルと作品を残した。1971年、サウス・ロンドンでマトゥンベイを結成。1979年9月にシングル、ポイント・オブ・ビューが、全英チャート35位を記録した。アルバム、ポイント・オブ・ビューでは、自身に影響を与えたエロール・トンプソンをプロデューサーに、 迎えている。また、マトゥンビの活動と並行し、1976年に、ダブグループのフォースストリートオーケストラを、エディタン・タン・ソーントンらと共に結成した。ライブは行わずスタジオレコーディングのみの活動をしていた。1978年、ボーベルは、詩人のリントン・クーエシ・ジョンソンによる、世界初のダブポエトリーアルバム、ドレッド・ビート・アン・ブラッドをプロデュースした。 ボーベルは、イゴ・ジョンソンの作品のほとんどをプロデュースしており、ラブポエトリーというジャンルを音楽面で定義した人物の一人となった。ボーベルは、ラバー・アッツ・ロックの創始者の一人でもある。1979年には、ジャネット・ケイのシリー・ゲームスをプロデュースし、動画曲は、全英シングルチャート2位を記録するヒットとなった。1980年には、坂本隆一のセカンドアルバム、 B-2 ユニットにおいて、ライオット・イン、ラゴスなどの楽曲のエンジニアリングを行った。彼は、イギリスのレゲエ歌手、ボビー・クレートも多くの共同作品や共同プロデュース作品を制作した。また、ボーベルは、多くのレゲエミュージシャンだけではなく、バナナ・ラマや、トンプソン・ツインズ、シャロン・シャロン、ザ・ポップグループ、スリッツ、フェラクティ、 オレンジジュースマットネスなど様々なジャンルのミュージシャンをプロデュースし、ニューウェーブムーブメントにも影響を与えた。ボーベルは映画音楽をも手掛けている。1980年のフランコロッソ監督作品、バビロンをはじめ、1983年のテレビドラマ、ザ・ボーイ、フーワン・ザ・プールズ、2006年のグローバル・レボリューションで音楽を担当している。 アルバムシングルコンピレーションアルバムコンピレーションシングルアルバムシングルありがとうございます。